ブラハトタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセンシューマインキンチィヒグンの町村である。ブラハトタールは、ホーゲルスベルク山地の南部に位置する。ブラハトタールは、北はケーフェンロート及びビルシュタイン、東はバート・ゾーデンザルミュンスター、南と西はベヒタースバッハと境を接する。自治地位としてのブラハトタールは、以下の地区からなる。調整期間は、 シュリーア・バッハに置かれている。ウラハトタールの町は1970年7月1日にそれまで独立していた町村のシュリーア・バッハ、ヘルシュタイン、ノイ・エンシミッテンが合併して成立した。新しい町の名前は学生コンクールの形で公募された。ウラハトタールの名前はノイ・エンシミッテンとシュリーア・バッハを流れる小川、ウラハト川から取られた。 1971年2月1日にシュピールベルク、シュトライトベルクがこれに加わった。シュトライトベルクは1573年に最初の記録が見られる集落である。その後、1974年にウーデンハインもブラハトタールに合併した。ブラハトタールの町議会は25議席からなる。ブラハトタールのシュピールベルク地区にはブラハトタール博物館、 歴史協会が運営するブラハトタール博物館がある。ここには、ベヒタースバッハ陶器の大規模なコレクション展示のほか、様々なテーマに基づく特別展が開催されている。博物館の屋上階には、鉄道模型によるホーゲルスベルク南線の再現展示がある。さらにこの博物館には、シュピールベルク上司からの出土品もガラスケース内に展示されている。 ブラハトタールのシュトライトベルクチックには、私立のリンデン博物館がある。この博物館は、様々な時代様式のベヒタースバッハ陶器の大規模なコレクションが展示されている。スポーツクラブ SV ブラハトタールは、サッカー、ランニング、女子の体操の各部門からなる。シュピールベルクチックには、BSC1922 シュピールベルクがある。 このクラブはサッカーのチームを有しており、1995年からは女子サッカーチームもある。ウーデンハイン地区にはサッカークラブ FC フォアベルズウーデンハインがある。JSV のイエンシュミッテンはブラハトタールで最も成功したスポーツクラブで一輪車競技のドイツチャンピオンを何度も輩出している。ベヒスターバッハセラミック、ありがとうございます。